皆さんこんにちは、黒猫の宮です。白猫の真央だよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は2022年度の中学受験の入試問題の一問一答になります。実際に入試に出た漢字の問題を30問クイズ形式で読み上げます。問題の答えの漢字を実際にノートに書いてもいいし、動画を見て漢字を覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。漢字の書き取り、その13。第1問、友人が弁護してくれたの。弁護を漢字に直すとどう書きますか？弁護の漢字はこう書きます。第2問、身の潔白を訴えるの。潔白を漢字に直すとどう書きますか？潔白の漢字はこう書きます。第3問、遊興費を減らすの。遊興を漢字に直すとどう書きますか？遊興の漢字はこう書きます。第4問、毎日の勉強が明るい未来を照らすだろうの。照らすを漢字に直すとどう書きますか？照らすの漢字はこう書きます。第5問、ゴールの寸前で追い越されるの。寸前を漢字に直すとどう書きますか？寸前の漢字はこう書きます。第6問、世の中の風潮に逆らうの。逆らうを漢字に直すとどう書きますか？逆らうの漢字はこう書きます。第7問、手紙から推察すると彼は元気そうだの。推察を漢字に直すとどう書きますか？推察の漢字はこう書きます。第8問、長い時を経るの。経るを漢字に直すとどう書きますか？経るの漢字はこう書きます。第9問、学問の探究の。探究を漢字に直すとどう書きますか？探究の漢字はこう書きます。第10問、ふるってこの試合に参加しようの。ふるってを漢字に直すとどう書きますか？ふるっての漢字はこう書きます。第11問、定年前に勇退するの。勇退を漢字に直すとどう書きますか？勇退の漢字はこう書きます。第12問、公園を散策するの。散策を漢字に直すとどう書きますか？散策の漢字はこう書きます。第13問、障子と襖の。障子を漢字に直すとどう書きますか？障子の漢字はこう書きます。第14問、ここにはかつて軽便鉄道の路線があったの。軽便を漢字に直すとどう書きますか？軽便の漢字はこう書きます。第15問、電線に沿って切るの。沿ってを漢字に直すとどう書きますか？沿っての漢字はこう書きます。第16問、4月から新しい学年が始まるの。新しいを漢字に直すとどう書きますか？新しいの漢字はこう書きます。第17問、電車が鉄橋を渡るの。鉄橋を漢字に直すとどう書きますか？
鉄橋の漢字はこう書きます。第18問、多大な功績を残した人物の功績を漢字に直すとどう書きますか。功績の漢字はこう書きます。第19問、異文化を受容するの受容を漢字に直すとどう書きますか。受容の漢字はこう書きます。第20問、恩師に感謝の手紙を送るの恩師を漢字に直すとどう書きますか。恩師の漢字はこう書きます。第21問、母の故郷に住む祖父母を思い1日1枚のハガキを書くの故郷を漢字に直すとどう書きますか。故郷の漢字はこう書きます。第22問、空想科学の本を読むの空想を漢字に直すとどう書きますか。空想の漢字はこう書きます。第23問、チーム存亡の危機の存亡を漢字に直すとどう書きますか。存亡の漢字はこう書きます。第24問、交通機関が乱れるの機関を漢字に直すとどう書きますか。期間の漢字はこう書きます。第25問、食器で新しい布を織り上げるの食器を漢字に直すとどう書きますか。食器の漢字はこう書きます。第26問、潮の流れに乗って多くの魚がやってくるの潮を漢字に直すとどう書きますか。潮の漢字はこう書きます。第27問、なかなか目が出ないの目を漢字に直すとどう書きますか。目の漢字はこう書きます。第28問、約束に背く行動だの背くを漢字に直すとどう書きますか。背くの漢字はこう書きます。第29問、彼に場所を提供するの提供を漢字に直すとどう書きますか。提供の漢字はこう書きます。第30問、再任の依頼を固辞したの固辞を漢字に直すとどう書きますか。故事の漢字はこう書きます。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。